おやー。今回は我が日本に伝わる少林寺拳法と中国の少林拳についての比較をしてみたいと思いまーす。お前の勝手さ。でまあ、まずは少林寺拳法についてなんだけどね、多少武術武道をかじったことがある人なら、少林寺拳法とは名乗っていても中国の少林寺とは何の関係もないということはよく知ってるのではないかと思う。かつてはその少林寺という名称をめぐって裁判沙汰になったらしいよな。そうだね。まあ私はそこら辺のことはよくわからないし特に興味もないんだけど、ただ少林寺拳法の創始者である曹洞宗が語る少林寺拳法発祥までの経緯と実際の中国の少林寺における拳法の現状を比較してみるのも面白いかなと思ったんだよね。まああまり武道武術に詳しくない人にとっては少林寺拳法と実際の中国少林寺の拳法が具体的にどう違うのかとかわからないだろうしな。というわけで行ってみよう。まずは曹洞宗が著したこの少林寺拳法奥義の内容を吟味してみる。この本によるとだ、曹洞宗は特務機関に所属してたらしく、時に1928年、17歳だった曹洞宗は任務の関係で同郷の専門学校に入ったらしくて、そこで、陳良という老師に身柄を預けられたのだそうだ。で、その陳老師は秘密結社の財蹴りの一員で、スーザン少林寺に弦を発する北少林白蓮拳の宿でもあったのだそうだよ。なんだ、北少林白蓮拳って。存在しない流派だね。つーか改めて見ると平気で嘘ぶっこいてるな、曹洞宗。でまあとにかく、曹洞宗はその陳老師と帰郷を共にして一つ二つと拳法の技を習っていったのだそうだ。そんで曹洞宗によると、その習った技というのは体系的に整理されてるわけでもなく、名前もあったりなかったりで、あったとしても意味のわからない名前だったらしくて、そこで曹洞宗は、自分だけにわかるようにそれらの技に日本的な名前をつけて整理したのだそうだよ。その名前が現在の少林寺拳法の技名になっているということか。ということなんだろうねー。で、なんかその後陳老師の紹介で、陳老師の先輩にあたる文太宗老師に弟子入りすることになったのだそうだ。そんで文老師は、北少林寺は門拳の宿なのだそうだよ。北少林寺は門拳というのはなんださあねー、適当にでっち上げたってところだろうね。そんでまあその北少林寺は門拳というのは向かい合って行う相対演武を多く伝えていたらしくて、現在の少林寺拳法が中国武術で主流となっている一人での型をほとんど行わず、もっぱら相対練習ばかりしているというのは、この北少林寺は門拳とやらの影響ということなんだろうね。情報のない時代じゃ、これが本当か嘘かはわからなかっただろうな。ちなみにこちらの、始めよう、少林寺拳法、という本によるとだ。現在の少林寺拳法は曹洞宗が中国に渡って学んだ拳技に、自身の創意工夫を加えて、全く新しい武道を作り出したということになっているらしい。風雲拳かな。けどまあ、だったらその元になった中国の拳技とやらがあるはずなので、元になるものがあってそこに創意工夫を加えたのか、それとも全く無関係に作り上げたのかでは話が変わってくるわずだ。零か一かという話だな。そこでここからは実際に技術を演じて比べてみようと思う。ちなみにうぷ主はかつては少林寺拳法をやってたわけだけど、相当忘れてるけど、それなりにはまあ思い出せると思う。それと中国少林寺の拳法についてなんだけど、慣習的に、中国では少林寺拳法とは呼ばずに、少林拳、と呼ぶ。で、そもそも少林拳というものがスーザン少林寺に集まった拳法の総称だったりするんだけど、それらの拳法は同様の基本の上に成り立っていたりするわけだ。そんでその基本が現在の中国北派武術全体の基本になってたりするわけで、それを、超拳基本功、と呼ぶ。要するにその超拳基本功と少林寺拳法の基本を比較してみれば違いは一目瞭然って寸法よ。そういや拳寺でも、天下の軍風、少林よりいず、とか言ってたよな。そうだね。その言葉はあながち間違っていないと思う。あ、そうだ、唐突。実際の比較に入る前に A ライン、B ライン、ライン取りの概念について踏まえておいてほしい。じゃあ説明動画のリンクを貼っておくぞ。
軽く復習。お互いの正中線同士を結ぶ意識上のラインを A ライン。自分の両サイドから相手の顔面あたりへ向かう意識上のラインを B ライン。A ラインのものが B ラインのものに対して、A ラインの戦いへと持ち込むテクニックをライン取り。と、それぞれ名付けた。とりあえずまずは突きを見てみよう。これは少林寺の振り子突きという突き方で、脇を締め、拳を肩あたりに置いて、体を振り子のように左右に振らしながらついていく。明らかに B ライン型の動きだな。そうだね。で、少林寺では突きをついたら、相手につかまれないようにすぐに引けと教えられる。それに対してこちらは、少林拳の基本の突き、魔法少拳、だ。こっちは明らかに A ライン型の突きだな。先ほどの振り子突きとは違って、こちらの突きはついたらすぐに引いたりということはしない。この時点ですでに両者の基本は全然違うな。正面からフォームを確認してみよう。少林寺の突きの場合は、ついた際の打点と体の中心軸との間にこれだけの開きがある。これは、図はウィービングさせて相手の攻撃をかわしつつ、突きを入れるという構造になっているわけだ。言ってみればボクシングに近い動きだよな。それに対して少林拳の突きは、正面から見た時に突きの打点と体の中心軸が一致する。こちらは完全に A ラインだな。次は蹴りを見てみよう。これは少林寺の振り子蹴り、だ。体を左右に振らしつつ金敵を守りながら蹴っていく。蹴りの軌道はさっきの振り子突きと同様だな。この蹴りも、蹴ったら蹴り足をつかまれないようにすぐに引っ込める。蹴りを当てるのは前足底と呼ばれる足の親指のすぐ下の部分だ。少林拳で今の振り子蹴りに相当すると思われるのは、分脚と呼ばれる靴のつま先で相手を蹴る蹴り方や、等脚というかかとで相手を蹴り込む蹴り方だね。これらの蹴りは振り子蹴りみたいにすぐ引いたりはしない。理由は、複数あるけど、一番の理由は蹴り足をそのまま踏み込みに使うためだね。正面から確認してみよう。少林寺の振り子蹴りでは、やはり蹴りの打点と体の中心軸との間にこれだけの開きがある。これもやはりウィービングしながら蹴るためということか。そういうことだね。それに対して分脚や等脚の場合は、やはり蹴りの打点と体の中心軸が正面から見て一致しているわけだ。なるほど。というわけで、最近は少林寺拳法の技術について、曹洞宗が中国で学んだ拳技に創意工夫を加えたものだと言われているわけだけど、もはやこの時点で、両者は根本的に違うわけで、少林寺拳法の元になったという中国の拳技とやらはなかったというのがわかるわけだ。霊か一かで言えばもともとが霊だったと。とまあこれで終わってもいいんだけど、さすがにそれだとちょっと物足りないんでもう少し続けてみようと思う。もうちょっとだけ続くんじゃ。まあ要するに、少林寺拳法は曹洞宗の完全な創作なわけだけど、だからといってダメかといえばそんなことはなく、むしろよくできてると思う。先ほどの振り子突きを移動してやってみよう。これは順突き、逆突きという、少林寺拳法の基本コンビネーションだ。いわゆるワンツーだな。で、このコンビネーション、最初に習うやり方でやろうとしても使えないと思う。なぜに、最初に順突きを習うときって、踏み込んだ足が着地してから打てと教わるからだよ。そういう動きって二動作になってしまうから、踏み込んだ時点で相手にカウンターを食らう、もしくは逃げられてしまうんだよ。動作がテレフォンだしな。だから少林寺拳法の技は使えないと思ったりする人もいるんだけど。ただ、ちょっとアレンジすると少林寺の技ってびっくりするほど使い勝手が良くなったりする。例えば先ほどの少林寺ワンツーも、最初の順突きを踏み込みの着地と突きが同時になるようにする。するとだ、順突きをジャブのように使っていけるので、こうすれば相手のカウンターは食らいにくい。つうかまんまボクシングみたいになったな。そんで、少林寺拳法では約束組手のことを、方形、と呼ぶんだけど、私はこの方形の練習が大嫌いだったんだよね。どうして？使えない技ばかりだったからだよ。しかしまあ、商談試験とかあったからやらされたんだけどね。で、なんで使えないかというと、例えばこれは一番最初に習う方形の流水蹴りという技なんだけど、この技は、まず顔を突き出して相手に顔面をついてこい、と誘いをかけるわけだ。で、相手がついてきたら頭をウィービングさせつつ前蹴りで反撃するんだけど、いや、顔を殴ってこいと誘いをかけてバカ正直に顔を殴ってくるやついるのかな、とか、
そもそもフェイントもコンビネーションも使わず単発の突きで攻撃してくる奴がいるのか、とか。そんなことを習った時には思ってしまったわけだ。当然の疑問だと思うぜ。しかしこの流水蹴りもアレンジすればかなり使えると思う。こんな風にフェイントを混ぜて、相手が攻撃するかしないかを織り込んで使っていけばいいんだよ。そもそも相手の攻撃を確認してから技を出してちゃ遅すぎるしな。もう一個やってみよう。これは、打ち受け突き、という技だ。この技は、相手が顔面を突いてきたらサイドに出つつ打ち受けをする。そんで中段に突きを返して反撃するわけだけど。いやまあ、この技もほんと使えねえなと。相変わらず相手の攻撃を確認してから動いているな。そうだね。しかもこの技、相手が突きという少ない動きしかしてないのに対して、こちらは体さばきで大きく動いていたりするから、いやそんな暇あるわけねえだろと。そんなことやってる間に相手は次の動作に移っちゃってるよと。まあ少林寺拳法の技って相手が1動作しかしてないのにこちらが2動作も3動作もするのが多いよな。しかしそんな打ち受け付きもこうすれば使えると思う。体さばきは体の振りだけにとどめて、打ち受けと突きをほぼ同時くらいに出す。さて、今見たのは、合法、と呼ばれる打撃技の方形なんだけど、少林寺には、重法、と呼ばれる抜き技や固め技の方形がある。組技ということか。それとはちょっと違うね。なぜなら少林寺には投げ技がほとんどないからね。個人的には、少林寺の重法は体重道を想定して作られているのではないかと思う。ちなみに中国武術にはそんな合法とか重法とかって明確な区別はなくて、例えばこれは霧章という手のひらで相手を打つ打撃技なんだけど、場合によっては、相手に手をつかまれた時にこの霧章の動きで手を抜く抜き技としても使える。つまり中国武術の場合一つの動作が、ある時は打撃、ある時は抜き技、またある時は固め技になったりと、複数の意味を持つ。当然少林拳も同じ構造を持っているわけだ。これもまあ、少林寺拳法と少林拳が技術的に何の関係もないということの証拠になるな。で、少林寺の重法の基盤となっているのがこの、鍵手鍵足、というものだ。この鍵手鍵足を使えば相手がどんなに強く引っ張っても耐えることができる。結構便利そうだなこれ。じゃあちょっと重法を見てみよう。これは、小手抜き、という技で。相手に腕を引っ張られたら鍵手鍵足で耐えて、小手をねじって抜いて裏剣、中段突きで反撃する。重法は結構護身術として使えそうだな。で、今の小手抜きの要領で相手の手首を固めに行くこともできる。この技は少林寺では、逆小手、と呼ばれる。合気道の小手返しみたいな技だな。襟を取られた時はこの、襟抜き、という技が使える。相手の襟を掴んだ腕の平行線となる側の手で目打ちをかまして、ぐるぐる巻いて抜く。体重同様かな。今の襟抜きの動きで相手の手を押さえておけば、襟十字、という固め技ができる。袖を掴まれた時はこちら。今度は相手が袖を掴んだのとは対角線側の手で目打ちをかまして、あとはぐるぐる巻けば、袖抜き、ができる。で、相手の手を押さえたまま袖抜きの動きをすれば、袖取り、ができるわけだ。ほうほう、結構よくできてる気がするな。とまあこんな感じになる。思うに、少林寺の重法は中国武術にも応用できる。というか中国武術にも存在しているものだと言えるね。つうかこういう抜き技とか固め技ってどこも似た感じになりそうだな。まあ人体相手にやるわけだからね。ただ、やはりこの重法も方形で習ったまんま使うのは難しいと思うから、多少のアレンジは必要だと思う。でまあまとめとして、少林寺拳法と少林拳は技術的な関係性はないと。ただ、少林寺拳法の技はそれはそれでよくできてると思う。むしろそういった体系を一から作った創造神がすごいのかもな。最後に、私はかつては少林寺拳法をやっていて今は中国武術をやっているわけだけど、これは少林寺の先生も認めていたことなんだけど、少林寺はそれほど強力な打撃は打てない。そしてその先生曰く、少林寺は護身術だからそこまで強力な打撃は必要ないという話だった。正論なんじゃないか。そうだね。あくまで身を守るということであればそんなに強力な打撃は必要ないのかもしれない。ただ、私は拳字を読んで、八極拳の強烈な一撃とか、本師拳の猛烈な連打とかに憧れちゃったからね。じゃあしょうがないな。
というわけで、それでは今回はここで終了。ご視聴ありがとうございました。最後まで視聴してくれてありがとうだぜ。よかったら下にあるチャンネル登録をポチッと押してほしいぜ。高評価をもらえたら嬉しさのあまり逆化しちゃうよ。次回の動画にもガチで取り組むから応援よろしくね。